都民の皆様をはじめ多くの方々にご心配をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。お願いしておりました第三者による調査が終了し、昨日その報告書をいただきました。まず調査をしていただいた弁護士さんをご紹介いたします。佐々木善三先生、森本哲也先生です。政治資金を支出したことをもって、不適切とも言えないし、もちろん違法とも言えないという結論にしております。次に、34ページ括弧のところを見ていただきたいんですが、この中にはクレヨンしんちゃんが含まれておりますが、舛添氏はこれにつきまして従来マスコミ等で説明しておられるような説明をしています。で、我々としましても舛添氏の説明を、よく聞きましたけれども、それを前提としても、これらの図書が政治団体及び舛添氏の蔵書目録には記載されていないこと、それから舛添氏は平成23年10月8日から9日にかけての福岡県出張に家族を同伴しておりまして、その際にこれらの図書が購入されていることから、家族のために購入したものと見られてもやむを得ないというような点を考慮いたしますと、政治資金を用いてこれらの図書を購入したことが適切であったとは言い難いという結論であります。もちろん違法ではありません。購入した絵画版画等の一部を東京 都庁の知事の執務室、応接室、それに接続する廊下などに展示しておりまして、それらの絵画版画等を海外の要人との話題作りにも活用しているということで、この状況を撮影した写真等も確認いたしました。で、舛添氏の説明には思考できるものがありまして、納得できるものがありまして、絵画版画等を購入することが政治活動と関わりがないとは言えないとは考えました。しかし、舛添氏が政治団体の資金で購入した絵画版画等の点数はあまりにも多すぎる、比較的安価な作品が多いというものの、合計金額も多すぎるというようなことを検討いたしまして、政治資金の使途に法律上の制限がないことから違法ではないものの、政治資金の支出としては不適切であったというほかはないという結論を出しております。平成22年9月4日、9月5日、9月7日、これは海外の店舗での購入、それから11番、空港内の物品販売店、上海での購入、13万9千円余り、これがありますので、あります。それから、31番ですね、ブランド品販売店、バッグを購入しております。これらについて、説明をいたします。まず、23年3月12日に上海で購入した物品、これは東日本 大震災の翌日でありますが、この領収書に副総と記載されております。で、その金額が13万9千円と多額でありますことから、それが何かということでありますが、舛添氏に確認いたしましたところ、その購入物品はシルクの男性用中国服2着、合計価格3万5千円程度で、筆、すずり、墨などの書道用品ということでありました。書道の際に着用すると筆をスムーズに滑らせることができるためということでありまして、実際にどういうふうな点がスムーズなのかということを実際に行為で示していただいたところ、それについては非常に説得力がある具体的なものであったということです。なお中国服、これが当日購入されたものかどうかは分かりませんけれども、舛添氏の持っている中国服が墨汁で汚れていることも確認できております。書道につきましては一面においては舛添氏の趣味ではありますけれども、それが政治活動にも役立っているものと認められますから、これに政治資金を使用したからといって不適切とは言えず違法でもないと考えております。それでは次に森本から、宿泊と飲食についてご説明いたします。まず宿泊です。現在大きく報道されている千葉県木更津市のホテルでの宿泊も含めて合計6件について是正の必要性があると判断いたしました。平成22年8月20日下関市のホテルでございますが、これは舛添氏は家族を同伴しております。
この際、支援者である友人も合流しておりますので、支援者との会合という側面はございますが、主たる目的は家族旅行であったと解釈するのが合理的でございますので、政治資金を用いたことについては適切であったと認めることは困難というのが結論でございます。続きまして、交番5、大阪市内のホテルでございます。これも松尾氏は家族同伴で大阪に赴いております。テレビ出演、支援者との会合等、それらの行事があったことからすれば政治活動に無関係であるとまでは言えません。しかしながら家族同伴で生きていること、支援者との会合というものが娯楽施設で行われていたという事実に鑑みますと、主たる目的は家族旅行であったと公開するのが合理的でございますので、政治資金を用いたことは適切であったとは認められないという結論であります。続きまして交番8、港区、失礼しました、8じゃないですね、9、交番9でございます。横浜市のホテルでございます。これも家族、松井氏が家族を同伴して1月1日から1月3日まで宿泊したものでございます。松井氏の説明によりますと、宿泊期間中神奈川県の政治家との会合を行ったとのことでございます。この説明を前提にすれば政治活動と全く関係がないとまでは言い切れません。しかし客観的には家族旅行期間中に短時間だけ他の政治家と意見交換等をしたということに過ぎず、全体として考察しますと、私的な宿泊であったと言わざるを得ないため、政治資金を用いたことは適切であったとは認められないという結論でございます。続きまして皆様が注目されている木更津市内のホテルでの宿泊でございます。平成25年1月1日から1月3日まで宿泊しておりますが、家族同伴でございます。松井氏の説明によりますと、平成24年12月実施の第46回衆議院議員選挙で結果を出せなかったことを踏まえ、政治家としての今後について判断しなければならない状況に置かれていた。そのためマスコミ等に注目されている中、宿泊期間中に付き合いが長い、かねてよりですね、相談相手に乗ってもらっていた方に、この方出版会社社長、元新聞記者でございますが、その方を客室にお招きして今後の政治家としての在り方について相談をしたと松井氏は説明しております。面談については数時間程度であったとのことであります。この説明を踏まえますと、今回のこの宿泊ですが政治活動に無関係であったとは言えません。しかしながら他の宿泊と同様に全体として見れば、家族旅行の間に、数時間程度政治的な会話をしたということでございまして、家族旅行がメインであると理解するほかなく、政治資金を用いたことが適切であったとは認められないという結論でございます。最後に続きまして飲食でございます。こちらも大きく報道されている自宅や別荘近くでの飲食店での飲食の一部を含めて合計14件について是正の必要性があると判断いたしました。別荘近くの回転寿司、ご自宅近くの天ぷら料理店、イタリア料理店につきまして、是正の必要があるという結論でございます。このうち、いくつかにつきましてはすでに松井氏の方で返金は表明をしているものでございます。最後になりますが、交番64、ご自宅近くのイタリアレストランでございます。こちらについても是正の要があるという結論でございます。具体的な理由に検討結果につきましては別表に詳細に記載してありますので、そちらをご覧ください。以上です。違法な点についてはないとの結果を聞きましたけれど、他方で行使の区別は曖昧な質があって不適切であるとの厳しいご指摘をいただいた点を大変恐縮をいたしております。しかし私が自民党を離党しまして、平成22年4月に新党改革を決定して代表に就任しました後は、政党助成金以外の政治資金が少ないというようなことがあったりですね、それから自民党時代のような政党助成金の内部チェックシステムもございませんでした。また自分自身が党の代表であるというそういう慢心もあったと思います。今回の調査で使い方が必ずしも適切ではないと指摘される質が多くなったということは心から反省をいたしております。
また多くの方々から、他人には厳しいけど自分には甘いんじゃないかと、それから身銭を切ってないんじゃないかと、それから公私混同だと、そういう厳しいご批判を受けて、おります。そのことについても厳しく反省をしたいと思っております。またこれまで私が著書や取材などで、いろんな発言をしてまいりました。テレビの発言もあります。そういう発言と今やってることは矛盾してるんじゃないかと、そういう厳しい批判も受けておりました。しかしまさにそのような批判を受けるに値するような極めて恥ずかしい行動を行ってきたということを心から反省をしたいと思っております。で、そこで今後の対応でございますけれども、このような皆様方の声を胸にしっかりと刻みまして、行使の区別を明確にして皆様方の信頼を少しずつでも取り戻すべく、粉骨砕身、都政の運営に努めてまいりたいと考えております。しかし、現行不一致じゃないか、信用できないじゃないかと、そういう厳しいご批判を賜っておることは十分承知しておりまして、自分自身でけじめをつけたいと考えております。まず宿泊費や飲食費の支出について、そういう指摘を受けましたので、これは返金をいたしたいと思います。で、その返金につきましては私の個人資産から返金をいたしたいと思います。そして私とは全く関係のない慈善団体などに寄付をしたいというふうに思っております。それから美術品などにつきましては、弁護士さんから今行使の区別を明確にせよという勧告がございました。で、常に申してきましたように、私はこれを財テクとして買ったつもりはありませんし、政治活動のツールとして利用することが終わる、つまり私が政治団体を監視するときには、それらを必要としてくれる、例えば美術館、そういうところに寄付をしたいと思っております。また現在、じゃあ今何ができるかということなんですけども、今これらの美術品は知事室、応接室、廊下などにたくさん展示しておりまして、それに加えまして、例えば東京都の病院とか福祉施設などで活用していただけるところがあれば、ぜひお願いをしたいというふうに思っております。それから今回の一連の件でございますけど、発端になりましたのが私の湯原への公用車利用でございました。そこでこの度この施設を所有する会社とも相談いたしました。この際、この湯原の施設は第三者に売却するということで、自らのけじめをつけたいと思います。できるだけ早くこの施設の買っていただける方を探して処置をしたいと思っております。最後になりますけれども、皆様にお約束しておりました調査報告をこういう形ですることができました。そして私なりにいくつかのけじめを表明させていただきました。今後もこの決意を実際に現実的に履行する過程で、今日調査していただいた先生方にしっかりと監督を受けていきたいというふうに思っております。明日から今日のこの調査結果に対しまして、都民の代表であります都議会の先生方から厳しい質問を受けることになります。先生方からの厳しいご意見やご指摘につきましては、今まで自分に足りなかったことを反省させていただける機会だと強く自分を戒めていきたいと思っております。生まれ変わった気持ちでですね、新たに都政のために尽くさせていただけるように、明日からの代表質問、一般質問におきまして都民の皆様への説明責任を丁寧に果たしてまいりたいと思っております。